皆さんどうもドラゴン TK です。じゃあね、今回も新三国無双撃戦やっていきましょう。では行きましょう。ガリュウの策ね、諸葛亮ね、優しいで行きましょう。まあいや普通でもいいんやけど、どっちでもいけるかな。まあ別にそれはいいんやけど。今から皆さんの役割をお伝えします。劉備殿、張雲殿は敵を誘い込んでください。引きつけた後、関羽殿と張飛殿で攻撃します。そんなにいけんの？そんなまどろっこしいことやってられるか。正面からぶち当たったって負けはしねえぜ。落ち着け欲得、落ち着け欲得。兵力に劣る我らがこの難局を切り抜けるには軍略も必要。諸葛亮殿の意見を聞くのだ。この脳筋が、関は分かっとるわ。脳筋ではないから。ち、兄者がそう言うなら。おい、これでもし勝てなかったらとっちめてやるから覚悟しろよ。いや、また後でな。関羽の時と同様に。関羽殿、張飛殿、ありがとうございます。お二人の協力があれば必ずや勝利をつかめましょう。別に敵は本体じゃないのでしょ。ならそんなに大騒ぎすることないじゃない。曹操もいないし、力を使って終わりなのに。もちろん、ね、あなたの力も策の一部として活躍してもらいますよ。あなた、私の力を知っているの？知ってるみたいやな。いやマジで。一応ね、今回からね、前撮ったやつはね、二個同時やったんだけど。劉備よ、貴様の命運もここまでだ。よし、間もなく援軍もこの地へ到着する。もはや逃げ場はないぞ。兵力でこちらはどうするつもりですか？ならば我が策を持ってその差を覆してみせましょう。でね、編集するのはね、しんどいんで、これ終わったらもうそれを敵に我らの策を悟られてはなりません。皆さん、行動は迅速にお願いします。劉備殿は敵をおびき出すために目標地点へ向かってください。張雲殿はその護衛、関羽殿と張飛殿は攻撃の準備をお願いします。なるほど。7体以内に劉備を目標地点へ到達させようと。張雲、関羽と張飛は出発するような諸葛亮の策。ああ、なるほど。私が敵をおびき出すことから始まる。うまく誘い込めればいい。いや、必ず成功させなくて。まあ、すぐ行けるでしょう。劉備殿、お任せを。この超支流の槍で道を切り開きます。よし、お用心へ到達できるよう護衛せよ。よっしゃ、行こう。そうだ、一緒に言っとかなあかんことだ。天使のやるのも変化しなくて、やめてたらおいやんけど、できるよね、ちょっと同時にやるとね。それがちょっと難しいから、まあ、前みたいにちょっとやっていく感じにしたいと思います。結構多いな。まあいけるでしょ。多すぎやろ。これ多すぎだと思う。ちょい、なかなか終わらない。相手の手なかなか終わらない。ちょっと、下の上で。はいよ。今日前に行かんといて。まあ、行けるな。相手がいるとな、攻撃する何人というものがなくなるというかな。ここへね。わらわらと近づいたりしたら過ごせばいいかな。あ、これだけいい。よっしゃ、ありがとう。さあ、83結構きついな。ほら、ほんまにじゃあこれも一掃してもらったな。ここら辺ち、うちに来て日が焦ったのにどう偉そうにしてやる。
俺はあんな野郎の作戦なんて受けねえで。見かけにせよ、ジョジョ。すでに戦いは始まっている。すでに、アニザは彼を信じた。おとりという危険な役目を担えた。策を遂行するほかあるまい。まいれ。見かけにせよ、ジョジ。お前の番組やすぎるわ。ジョジ、それだろ。オッケー。護衛で。じゃあ、行ったら OK。OK、行ったらいいので。あ、また見る。また見ると。マジですか。ちょっと待って、これどういこう。どういこう。じゃあ、あ、止まってる。だからもうこうやって一緒に飛んでる。そうだ。あー、なるほど。こっち見て、ちょっと待って。行け、行け。行け、OK。OK、これだとは。加工、カウンやっていくだけで、よさだけ。よし、やっと、どこへ。OK、止まった。いい感じ、いいね、いいね、素晴らしい。じゃあ、ライダーの軸に、あ、見残る見残る、残るはちょっと嫌い。ちょっと、周囲ください。じゃあ、終わった、相手は終わった。劉備、モードとの道を阻む貴様はここで必ず撃ってくれ。このまま奴を霊の地点まで追い込め。例の地点、曹操軍兵が、いや、もうやったから問題ないよ。よし、で、はよ、はよ。順調に移動しているようですね。うん、私から合図するまで勝手な行動は控えてください。指示やるのに勝手な行動は控えよ。え、マジで来たで、目標地点。劉備で、のこのこと首を差し出しに来たな。今だ、副兵部隊よ、劉備の息の根を止めよ。どうなんの、あと。ここに来るって分かってたぜ。あんたらはここで終わりだ。やはり敵が動きましたね。今が好機です、劉備殿。今こそ火の力を使ってください。火の力、玉の力を発動せよ。この諸葛孔明、乱世の地図に天下の体系を描きましょう。天下の体系、火の力発動。お、このままじゃみんな燃えちまう。ダイレクト優勝、曹操軍の一部炎上している模様。炎上してるの、あの諸葛じゃなくて、火の力を知っているんだ。そしてそれを策に組み込んだ。鮮やかな手並みなのは認めるけど、一体え、どうしようかな。立てへんかった。よし。え、で、あとどうじゃない。え、あとどうじゃないの。向こう行けってこと。攻撃のためにこれ。待って。何？家計だと。お前、こしゃくな真似を。こしゃくな真似。動揺するな。体勢を立て直せ。さらに神経低下。いいね。はい、次、はい、次、じゃ、思惑通り敵の足並みは乱れました。関羽殿、張飛殿、今です。おう、曹操軍を存分に叩いてください。よくとく、参ろうぞ。我らの武にて曹操軍を一掃せん。一掃せん。待ちくたびれたぜ。待ちくたびれ。おらおらおら、炎騎と張飛様が全員まとめてぶっ飛ばしてやら。ぶっ飛ばしてやらってか。お、ありがてー。よっしゃ、まあならばこっちに。おい、で、これぶっついて。よっしゃ、いいぞ、カウン、やるね、よっしゃ、一発。
てやられるとは。いや、策を仕込んだのは奴の軍師か。猛徳の妨げとなる前にここで撃ってくれる。無理でしょうね。ちょっと、なんかやった。おい、やった。なんか、おんぎりでもないけど、威力、そうなんやった。ちょっと、早っ。僕の手は全て計算通りです、あとは琴を撃つの。全軍、敵総大将を倒し、戦いを終えましょう。箱も撃たせよ。じゃあ、ちょっと待って。よし、これで、あ、これでいいよ。オッケー。あ、ちょっと待って。まあいいよな。おー、レベルがなった。いいね、それは素晴らしい。ごめんな。で、こう来て、何残ってるやつ、これできる。で、ちょっと待って、ちょっとこれあかん。無理。やってもらったこれは。まあ、いいか、もちろん。おっしゃー、レベルクラス。ハサミちゃん、部長を相手にすればいいんだ。兵たちも、この敵本陣を制圧する。容赦なく攻め立てよ。マジで？部長は無視していこう。な。敵は総大将でなく、諸葛亮を狙ってきた。彼がなくなっては、この戦の勝てんない。なんと守りたいんだと。マジで？なんか、ちょっと動かないとな。よし、ここで。いいね。あ、一気に一気に見てこっちは一気に下がって守ろう。いや、ぴったりいたから。よし。よっしゃ、下がって。え、じゃあ、ほんま動かへんな。あんまり動きたくないんだな。あ、いいな。これでまあ、ちょっと、お、ミス、ありがとう。ミスはあげたい。おお、お、ゼロ。大丈夫やでな。一人、戻すか。何やろ。あ、ここに行く。で、左に行って。あ、カウンが向こうに行かせておいて。で、あとここで、あ、OK、狙う。レベル上がった。70で、60ぐらいになった。だけど、防御したか、防御したか。よっしゃ、いいね。よし、まあこれでいけるでしょ、適当に防御させておいて。あとは、よし、ここで、これをやっていく。あの、これ、頑張る。は？出てきたこれやん。こちら、こちらになった。ふん、手を取り合い、猛徳に抗う気か。まとめて叩き潰すにはちょうどいいわ。どうするの？さあ、いった！これでゼロだ！ OK！ ほら！51あった！いいね！無事に戦争軍を撃退できましたね。よかったよかった。ですが、おそらくこれは戦法。戦法か。もし本体が攻めてきたら、かわしきれるかどうか。マジっすか？これで、あと赤壁の戦いになっていくんだ。おお、星が来たね。星号が切れ落ちなったけど、まあ知らない。全然来へんな、星号が。すごい。まあ一回生きたきりや。まるで敵の動きが全て分かっているかのような奇策妙計だった。奇策妙計。うん、数の優劣を全く感じさせない勝利であった。で、長子も何か調子いいこと言ってんやろ。ま、噂通りにはやるみたいだな。そやな。
あかん、もう張飛はちょっと頭悪いんじゃん。曹操は二つの力を合わせて諸葛亮は人と一つの力を合わせて最大の効果を発揮した。人間は力を生かす術を思いつけるのね。お褒めいただき恐縮ですが、再び曹操軍が我らを撃つべく進発したとの本が入りました。今回は曹操自ら軍を率いているとのこと。敵との間には圧倒的な戦力差があり、先のように撃退することは不可能でしょう。いよいよ本腰を入れて我らを撃つつもりか。諸葛亮、私はどうすればよい。ここは一旦河口へと退き、甲賀の龍騎殿へ援軍を求めましょう。分かった。しかし民を置いて私だけ逃げることなどできぬ。ついてくる者は一人も見捨てたくないのだ。ですが多くの民を率いたまま曹操から逃げることは難しいかと。次は逃げるところだとしても、もう私一人逃げることはできぬ。彼らは私を信じてくれている。それをどうして裏切れよう。ちょっと優しすぎひんかな。大抵この戦国の感じ、戦国時代ではないけども三国の方や戦国ではないけども、まあそんな感じの時にね、この優しすぎるのはどうか。しました。あかんけどな。では私は先回りし援軍を要請します。皆さん、劉備殿を無事にお連れしてください。やはり関羽が仲間から離脱した。え、嘘。あ、諸葛亮の手負けの可能性もしたね。なら今回はこれぐらいにして終わりにしたいと思います。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローにもしよければしてください。一応ね、概要欄のところから一応ね、まあ、リンクの URL 貼ってますんでね、そこから飛んでお願いします。ではさらば。